皆さん、こんにちは。こんにちは。7月12日、ジャミンゼブセカンドステージ、アクト1に向けて、リハーサルに、励んでおりますけれども、今回、用意したグッズ第2弾をご紹介したいと思います。はい。第2弾は、アキトとスティーブが来て、そう。じゃじゃん、T シャツでございます。このね、デザイン素晴らしいと思いますけど。はい。何にもないじゃないかって思われて、そこのあなた、ご安心ください。さあ、じゃあちょっと、回れば今回は前はシンプルに何もないんですけれども、後ろにバックにデザインを施しました。ですね、今これサンプル段階で、僕たちの最終的なグッズとしては、これちょっとちっちゃいから 80% ぐらいかなになって、ちょっとちっちゃい形に進化してまた、皆さんにお届けできるかと思います。これちょっと大きくなってます。で、今回は、また僕がロゴをデザインしたんですけれども、こちら進化っていうのが、新しいジャミズムの進化っていうのがテーマになっております。三角から角が一つ増えて四角になって、それが転がって角が取れて、それで最終的に丸になる。僕らの新しい進化を皆さんに見ていただきたい、来たいなと思って、このデザインにしました。そして、我らが社長、宮住俊介の直筆のジャミンズブ2。こちらの行き先については、前回のエコバッグの、動画を見ていただければと思います。僕たちのね、思いが詰まった、T シャツでございますけれども、僕らの新しい始まりということで、若葉色でデザインさせていただいております。サイズが、スティーブが着てるのがレディースの M なんですね。で、アキトが着てるのがレディースの L。白黒両方とも両サイズあるんですけれども、結構メンズでもこうやって着れるので、レディース、皆さんのサイズにはゆったりと着れるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひコンサートに、来ていただいて、次回で手に取っていただければと思います。どうですか、着心地は。最高です。もうね、ぜひ皆さんにね、着てもらうのがとても楽しみだ。むしろよくレディースの M 入ったなって。結構伸びがありますね。普段からちょっとね、食生活に気をつけていただいて、考えました。素晴らしいです。はい。当日また、皆さんに来てもらえるのはとても楽しみにしております。それではまた、7月12日お待ちしております。お待ちしております。